ブリアテクストは、フランス、奥下にー地域圏、タルヌ県のコミューン。ブリアテクストは、ジルサンスとグロレの中間、ダド川と、県道631号線に面する。ブリアテクストは、1287年にカルカソンルの武行であったシモンド・ブリズテストによって建設された、バスティットである。ブリズテストは、フランス王フィリップ4世の代理である。ブリアテクストの地には、 かつて1212年にシモン・ド・モンホールによって壊滅させられたカタリ派の村、トゥエルがあった。この新しいバスティットは隣接するサンゴーザンスからの侵入を阻止していた。ブリアテクストは王権の確立が成功した例であった。その設計図には長方形が含まれ、すべてが幾何学上に表されていた。広場の正方形の四辺はメインストリートを形成し、 様々な大きさの区画を区切っていた。14世紀に要塞化されたブリアテクストはユグノー戦争の混乱の中に落とされた。プロテスタントに改修した住民たちはどんな攻撃もされないように要塞を作ったのである。広場の南半分を占めていた教会は1574年頃に破壊された。そこにプロテスタントの教会が建てられた。 この苦しんだ時代からの優れた建物もあり、斜塔通りにある。そこは、17世紀初頭のプロテスタントのコンシュル、モンタルベの住居であった。1622年に起きた第一次ユグノー判断の、さなか、バンドを向こうセザール率いる7000人の不評と500人の、騎兵からなる、カトリック軍が、ロンベズを攻略し、燃やし尽くした後にブリアテクストを包囲した。この地を指揮したのは、 方根隊長、そしてこの地方のプロテスタント派首領であるマローズ公爵、アンリド・ブルボンであり、500人の兵士たちの首領となっていた。援軍とマローズ公爵が提供した火薬のおかげで、方根隊長は1ヶ月に及んだ包囲を支援し、5度の攻撃を押し戻した。支援者であったマローズ公爵は、サンポールド・ダミアットにおいて2000人の不評と200人の騎兵と共にあった。 モンペリエを包囲していたルイ13世による援軍を知らされ、バンドウムこは2000発の大砲を放って1500人の兵士を失った後に包囲を解いた。なんとの直令廃止後にカトリックが国境に戻ると1629年にバスティットは自らの防衛設備を取り除かれ1685年にプロテスタント教会は破壊された。現在、教会は 古い防衛設備の外側に立っている。ダドゥ川は町における防衛の最後の砦出となって残る。橋に立つと絵画のように美しい風車や鳩小屋を見ることができる。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は当該コミューンの人口統計によるもの。 1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。